猫の由美は、日本のバイオリン奏者である。湘南白百合学園賞、中、高等学校出身、東京芸術大学卒業堂大学卒業年の9月に、秋山和義率いる、専属学園ニューフィルハーモニック還元楽団の、コンサートミストレスに就任。国民文化祭と、福島記念オーケストラのコンサートミストレスをはじめ、 東京フィルハーモニー公共楽団の客演出席奏者、関西フィルハーモニー還元楽団、中部フィルハーモニー公共楽団、東京室内還元楽団、横浜シンフォニエッタ、千葉公共楽団、フランスで年に一度開催される、最大級のクラシック音楽の祭り、ラフォルジュルネ2014やオーベルニュ室内館など、国内外の数々のオーケストラのゲストコンサートミストレス。 主席として出演また、横浜市の鶴見区、サルビアホールのレジデントアーティストとして、神奈川フィルと共演、活動するなど、地域の文化復興活動にも携わっている。室内楽活動では、2008年に、チェロ奏者の島津由美とデュオ由美由美を、結成2012年に、CD 由美、由美、パッサカリアをリリース。2015年には、 元東京交響楽団の西田博士、諸橋研究、ベアンテ・ボーマンと共に弦楽四重奏、カルテット・ヴィンテージ結成バイオリンを、沢和樹、前橋悌子、若林徹、小山本由か子らに指示マスタークラスにて、レオン・シュピーラー、ステファン・ピカール、ヤンソン・シク、ルイス・カプランらに指示室内学を、岡山清北本秀樹、青柳進、藤森良一らに指示。 ありがとうございます。